1970年、地球から月に向かっていたアポロ13号で事故が起こり、宇宙飛行士たちは月着陸船に乗り移って、それに乗って地球に帰ってきました。それはとても難しい仕事でした。絶妙のタイミングでジェットエンジンを吹かし、軌道修正をしなければなりません。絶対に失敗は許されません。電力が足らないので、極端なまでに節電を行う。空気を浄化するフィルターの形が合わないので、有り合わせのものでカートリッジを作り直す。外は暗黒の宇宙です。どんな小さな失敗も死を意味しています。しかし彼らは地球に帰ってきました。聖書に、求めなさい、そうすれば与えられます。まさにそう書いてある通りです。彼らは絶対に帰ってきたいと願い、そして帰ってきたのです。